やるじゃないか。デザインも会いたい。すごいじゃないか。だってメラミン化粧板国内トップシェアだけじゃない。変幻自在がいいんじゃないか。未来に向かって変われる力、いいんじゃないか。価格も会いたい。車の素材やインフラ補修もデザインも会いたい。お店やお家の内装もだけじゃない。変幻自在がいいんじゃないか。未来に向かって変われる力、いいんじゃないか。価格も合いた。やるじゃないか。デザインも合いた。すごいじゃないか。あれもこれも合いた。変幻自在にどんどん行くよ。価格も合いた。車の素材やインフラ補修もデザインも合いた。お店やお家の内装も素材も合いた。メラミン化粧板国内トップシェアだけじゃない。変幻自在がいいんじゃないか。未来に向かって変われる力、いいんじゃないか。お願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。で、表情とかも楽しそうにしてると割と動きも、の硬さもちょっと柔らかくなってくると思うので、うんうん、はい、お願いします。お願いします。あ、多いふくみめるさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。じゃあ、お疲れ様でした。
って、うん、ありがとうございます。許せないか。そう、わ、せっせーの、アレンジが。わ、せーの。ありがとう。お店やお家の内装も。ありがとう。あれも、うん、これも。愛、愛か、あれもこれも愛。おお、せーの、あれもこれも愛か。わ、せーの、メラミン化粧版国内トップシェアだけじゃない。なんか膝こう曲げながら。難しくない。リズム感がその音楽に乗ったらいい。小日向さんもちょっと前で。ありがとうございます。じゃあすいません、みんなで。みんなで。手押しの内装も。メラミン化粧版国内トップシェアだけじゃない。はい、変幻自在がいいんじゃないか。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。チェックします。変幻自在がいいんじゃないか。変幻自在がいいんじゃないか。いいんじゃないか。うん。うん。そうだね。ちょっとなんとなく。いいんじゃないか。おお。ありがとう。ありがとう。すみません。いいんじゃないか。ありがとう。ありがとう。変幻自在でいいんじゃないか。変幻自在にどんどん行くよ。スタート。変幻自在にどんどん行くよ。アイカット。アイカット。素晴らしい。お願いします。はい、ありがとうございました。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 本日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いいチームになりそうで嬉しい。楽しみにしております。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。意外と CM 撮影でダンスを踊るとかって個人的になかったので、ここまでコミカルなダンスを踊ったの初めてだったのでちょっと難しかったです。キャ
ャッチーな内容になってたりとか、こう音楽とかも頭に残るような音楽になってるので、いっぱい見ていただけたらなと思います。得意な分野ではなかったので、でも頑張ったっていう思いを込めて50点ぐらいですね、はい、毎回やっぱ楽しみにしてるのは食事ですね。食べることが大好きなので、何か頑張った節目にはご褒美を食事で自分で取ってます。はい、ハンバーガーが一番好きなので、頑張った日は絶対に食べるって決めてます。作ります。最近はこうなんだろう、食生活がお弁当だと荒れちゃったりして肌も荒れちゃうので、ちょっとずつ作るようにしてます。得意料理はハンバーグかオムライス。はい、猫になって一日寝たいです。なんか寝るのがめちゃくちゃ好きなので、どれだけでも寝られるから、どれだけ自分が寝れるのかっていうのを知りたいです。はい、白い猫好きなんですか？可愛いなと思います。でも私ももう始めて間もなくて、なんか何ですか、やってみたい役ってあんまりなくて、とりあえずいろんなことに挑戦していただきたい、したいなって思ってる時期で、何ですかね、やりたい役、いただけるなら何でも挑戦してみたいっていう気持ちです。はい、ファッションはでも結構メンズものを着るファッションとか好きなので、メンズライクなちょっとダボッとゆるっとするファッションしたいです。はい、今年の春はピンクが流行るって聞いて、よく雑誌の撮影とかでも今ずっとピンク着てたりするので、メンズっぽく着るけど色は女性らしくピンクでとか着てみたいです。今の事務所のダンススクールに通ってたのをきっかけで、愛知のスクールでダンスを通ってたら、その事務所の東京の事務所の方がたまたま来てて、スカウトしていただいてこの業界に入りました。はい、変化って難しいんですけど、自分がやりたいって思ったことを周りの人に伝えたりとか口に出しながら、そしたら自然に行動に移せてたっていうか、変化しながらっていう気持ち、なんて言ったんですか、難しいんですけど、変化というか自分が今やりたいことをやって全力で頑張ってるっていう感じです。はい、変わったこと、でもめちゃくちゃ人見知りで、本当に友達もいないんですけど、なんかでもちょっとは自分から話しかけれるようになったぐらいで、まだまだ人見知りなので、そこを直していきたいなって思います。変えていきたいところ、さっきも言ったんですけど、それこそ人見知りだって友達がいないので、もうちょっと友達増やしたいな、できたらいいなっていうのとか、あと何ですかね、この間免許取ったんですけど、まだ運転をしてなくて、だからそろそろお休みもらって、もう運転したいなと思います。はい、運転して、ちなみに行きたい場所とかあるんですか？は、地元の愛知に帰り、そのまま長時間なんですけど帰って地元の友達に乗せたいです。はい、帰った時のエピソードは、でも帰ったら必ずやっぱ愛知名古屋飯を食べるんですけど、この間も味噌カツを食べました。手羽先も食べましたね。なんか食を楽しみに帰ってます。はい、いつもこう美味しいを食べ物を食べるに変えられて、そうですね、食を楽しみに、やっぱ東京でも食べれるものはあるんですけど、地元で食べるとやっぱなんか何度全然違う気がして、楽しみに帰ってます、いつも。22歳の抱負は、でも21歳の年が自分的にめちゃくちゃ焦ってて余裕がなかった年だったので、22歳はもっとゆっくり全力で前を向きながら一個一個丁寧に
やっていきたいなって思います。お仕事が好きなのでモデルもバラエティも今は演技もなんですけど、たくさんのジャンルのお仕事させていただいているので、そのお仕事を頑張りたいです。今回の CM は本当にポップな、そうキャッチーな CM になってると思います。頭に残るような音楽とかキャッチーな振り付けとか音楽とかすごく可愛らしい振り付けになってたりするので、皆さんぜひいっぱい見てください。